はい、ありがとうございます。佐藤さんは妖怪でありながら昔から人間として会社勤めをしている。というかもう何百年も前から人間たちと一緒に暮らしているそうだ。一つの会社に入って勤め上げ、退社するとまた別の会社に入社する。そこそこ努力し、そこそこ青春し、地道に働き、つつましやかに生活を営む。それが佐藤さんの理想の人間だという。ねえ佐藤さん。ん？佐藤さんはなんで人間として暮らしてるんですか？おいらね、人間に生まれたかったんだ。え？人間って寿命が限られてるじゃない。その中で精一杯生きてる姿がとても綺麗でさ、憧れちゃうのよ。いつかオイラにも寿命が来るじゃない。その時はさ、人間として暮らしてくれる女を探して結婚をして子供を作って老いてゆくてなことをしたいなと思ってるわけ。人間っていいよな、ユシ君。ん？ユシ君？そんないいもんじゃないっす。人間なんて佐藤さんが思ってくれるほどもったいないっすよ。何かあったのかい？嫌なことが続いてどうしようもなくて、俺佐藤さんにそんなこと言ってもらえるような人間じゃないっす。だけなんかも助けられなかったし、加賀さんとも仲良くできないし。だったら変わっていけばいいんだよ。変わる？オイラだって変わってきてるさ。じゃなきゃ会社でやってらんない。オイラたち妖怪は長く生きてるから知ってるよ。確かに今は悪い時代かもしれないけど、いい時期も必ず来る。そして次の時代を作るのは君たちのような若い子だ。嫌な部分も悪い部分もひっくるめて人間だ。悪い部分だけを切り離すなんてできない。だけど変えていくことはできるはずだよ。だから君は未来を見るんだ。未来を？そう、夢を見るんだ。限られた時間の中に無限の可能性がある。夢を見たらまっすぐ突き進んでいくこと。そのためには多少欲深くなっても仕方ない。だってそれが人間の特権じゃないか。それと同じこと前に龍さんに言われたっす。なんだよ、決めたのに。あいつ人間のくせに長生きだからな。もう